六次蔵駅。六次蔵駅は、京都府京都市伏見区にある、京阪電気鉄道、京阪宇治市にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、京都市営地下鉄、京都市交通局の駅である。京阪電気鉄道の駅番号は、KH73、JR 西日本の駅番号は、JRD06、京都市営地下鉄の駅番号は、T01、 山品川を挟んで、西側の京阪の駅は、京都市伏見区にあり、東側にある JR 及び地下鉄の駅は、宇治市にあり西に分かれた駅となっている。1913年の京阪の駅開設時、駅の西北西にある、京都六地蔵、京の六地蔵巡りの一つでもある大善寺が古くから、六地蔵さんと呼ばれ、親しまれていることから、この駅名が付けられた。 長らく、京阪の単独駅であったが、1992年に、奈良線の増発のために、列車交換設備を設けた新駅として、JR の駅が、宇治市側に、2004年に、地下鉄の駅がそれぞれ開業し、これ以降は、京阪の宇治線、JR 西日本の奈良線、地下鉄の東西線の三路線の駅が、同じ名称を名乗っている。なお、地下鉄の駅は、同地下鉄で唯一、 京都市外に位置している。JR と地下鉄の駅は地上と地下のほぼ同一だが、京阪の駅とは南西へ徒歩5分距離にして約400メートル程度離れており、両駅の連絡は山品川沿いの一般道路を経由する。乗車カードは JR 西日本の駅は愛イか、京阪と地下鉄の駅はピタパと、スルッと関西の利用エリアに含まれている。 相互利用可能の IC カードは、それぞれの項目を参照。また、地下鉄駅では、トランフ家カ系カードにも対応している。京阪宇治線開業時から1960年代中期までの約50年間は、大正大洪水や1953年、昭和28年の13号台風、1961年、昭和36年の第二室戸台風で、 駅周辺が浸水するなど水害が頻発していたが、天ヶ瀬ダムの築造や山品川に堤防が築かれた、結果、水害の恐れは、ほぼなくなった。また、山品川の堤防完成に前後して、外環状線の開通や、第五石田団地、オグリス団地などの団地が造成されるなど駅周辺の宅地化が本格化し、京阪では、列車増発のために六次増駅の南東側に、 変電所を設置した。判例、K、京阪、JR、から、JR 西日本、四港、から、地下鉄の各駅に関する内容。大阪から大津への短絡ルートとして六地蔵線、堀内村六地蔵第五滋賀県石山村 12.5km、が、京阪の手で1926年、大正15年7月14日出願され、翌1927年、 昭和2年10月28日特許されるが、1937年、昭和12年2月26日付で、六次造船企業の廃止が許可されている。当時の計画では六次造駅を西側へ移設、奈良街道沿いに北上し、現在名神高速道路となっている旧、東海道線跡を使い、大津へ達する計画だった。線路不設予定地の一部が、新奈良街道、 伏見区石田号状況伏見、山品両区の草会付近として利用され、新京阪山品線と接続予定であった、山品駅の予定地が、京阪バス会営業所、山品区、大屋となっている。山品川堤防の森土に作られた相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で有効長は、それぞれ5両編成分である。ホームはカーブした線形の途中に設置されている。 1>, 1階には改札外1箇所、2階には方面別のホームがあり、中所島駅ホームのみ空調付き待合室が設置されている。改札外とホーム階の間は階段の他車椅子対応のエレベーターが設置されていて、改札外のトイレにはオストメート対応の多目的トイレが設置されるなどバリアフリー対応がなされている。駅前にバスターミナルがあり、京阪バス。 山品駅、山上京阪、日野方面など、京都京阪バス、ご倉山方面の各路線が乗り入れている。また、タクシー乗り場も併設している。かつては地平にホームがあったが、山品川の堤防が築造された際に線路を移動したため森土城に移築された。なお、地平ホーム時代の急線跡が、駅の東側200メートル先の原線路脇に残っている。 1998年から翌年にかけて、京阪本線直通の季節列車として、運転されていた、宇治快速の停車駅でもあった。案内表示は、下記の通りだが、上り列車は、中所島駅での運転になっている。そのため、淀屋橋、中野島線方面と出町柳方面に乗車する場合は、中所島駅で乗り換える必要がある。改札口は一箇所のみで、 島式ホーム一面二線の列車交換が可能な高架駅である。一番線を上下本線、二番線を上下深本線とした一線スルーとなっているが、行き違いのない宇治方面行きの列車でも二番線に停車する列車がある。日中は当駅で奈良発着の普通同士が交換する。ホームは曲線上にあるため列車とホームの隙間が比較的広く空いているところがあり、 この対策として駆使状のゴムを設置している。ゴムは旅客の体重を支えることができる強度があるとともに、ゴムと車両が接触しても安全上問題がないとされている。なお、2013年度より開始する奈良線の複線化事業に合わせて、駅を曲線の緩やかな京都型に移転することにより、ホームを拡幅するとともに列車とホームの隙間を緩和する対策がなされる。 宇治駅が管理している直営駅である。臨時列車が運転されるときは2番乗り場から京都駅が発車することもある。島式ホーム1面2線を有する地下駅。ホームドアが設置されている。改札口は1カ所のみ。東西線の駅は駅ごとにステーションカラーが制定されており、当駅のステーションカラーは忘れなぐさ色である。また、T01 の駅番号が付与されている。 京阪の六地蔵駅では、同じ京阪である京新線の乗車券は発売していないが、地下鉄の六地蔵駅では五両駅経由の連絡乗車券を発売している。出入り口は四つあり、うち三つは京都府道7号京都宇治線と外環状線の T 字路交差点側に位置する。残りの一つは JR 駅のロータリー部分に至る。利用者数の推移は下記の通り、 付近を走る路線バスは、京阪六地蔵駅をターミナルバス停の名称は、京阪六地蔵としており、三条京阪、四条河原町、山品木、三倉山、東三倉山などへのバスが発着する。JR 及び京都市営地下鉄の六地蔵駅の最寄りのバス停は、JR 六地蔵及び JR 六地蔵北口である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。